皆さん、こんにちは。リコです。マーゼルのスケジュールをお届けします。ただ、今日はですね、サムネに記載しました通り、先ほどめちゃくちゃ嬉しいニュースが入ってきましたので、先にそちらをご紹介したいと思います。トピックスは3つです。1つ目が、地上波超豪華コラボに BMSG よりスカイハイ、ソータ、生徒出演決定という件について、 二つ目がマーゼルのスケジュール5月22日から6月6日分です。三つ目がマーゼル出演予定ライブイベントの情報まとめです。はい、ということで早速まずは一つ目のお話に入りたいと思うんですけれども、日本テレビさんのザ・ダンス・デイにて夢のスペシャルコラボ決定ということです。 5月27日月曜日19時から日本テレビで放送されます。ザ・ダンス・デイ。こちらでスカイハイが手掛けるダンク一夜限りのスペシャルコラボということで、先ほど発表されたんですけれども、いや、ちょっとこのメンバーがすごすぎて本当にびっくりしています。 このコラボに参加されるメンバーが、なんと、リエハタさんやタカヒロさんといった世界的ダンサーをはじめとして、エンティームのケイ君、それからマーゼルからセイト君、バリスティックボーイズの松井力さん、ミーアイのランさん、ファンタスティックスの世界さん、そしてこのコラボのプロデューサーでもあるスカイハイさん、 さらにさらに、キングプリンスから高橋海人さん、そして B ファーストからソータということで、めちゃくちゃですね、もう本当に凄す,すぎて鳥肌が止まらないです。まずは何と言っても、世界的なダンサーであるリエハタさんやタカヒロさんが、このコラボレーションに一緒に参加するということがまず一つとっても驚きですし、あとはやはりキングプリンスの高橋海人さん、これも本当、 本当に嬉しいですね。高橋海人さんは、ソうと幼馴染ということで、以前放送されたあの頃から私たちはという番組の中で、二人の関係性などもすごくよく伝わってきたんですけれども、これから地上波のテレビでもこうやってどんどんと交流が増えていくのかなと思うと、本当に嬉しいですね。 そしてそんな中で BMSG を代表してソータとセイトくんが出演するということで、これはきっとまたセイトくんもブレイキンを見せてくれるんじゃないかなと思いますし、なんと言ってもザ・ダンスデイということで、ものすごくダンスがお好きな方たちがたくさんご覧になっている番組なので、もしかしたら昔のセイトくんを知っていたという方もいらっしゃるかもしれませんし、 そういった方にまた生徒くんが見つかったりしたらすごいことになりそうだなと、とても楽しみにしています。ソーたのパフォーマンスも本当に楽しみですね。そんな夢のスペシャルコラボ企画なんですけれども、明日5月23日木曜日の朝放送されます日本テレビの ZIP。 こちらの番組の中でコラボ内容が発表されるということですので、ぜひぜひこちらもお見逃しなくチェックなさってみてください。いや、本当に来週月曜日の放送がとっても楽しみです。はい、では続きましてマーゼルのスケジュールをお届けします。5月22日水曜日0時から OD プレミアムにて、 マーゼルレディオステーションディレクターズカット版の最新話が配信開始となっております。そして本日深夜24時59分から日本テレビと長崎国際テレビにて放送されますアパートメント B の第4話、こちらにカイリュウくんとランくんが出演します。楽しみですね。 こちらの番組ご覧になったことがない方のために少しお話しさせていただきますと、地上波での放送は日本テレビの関東ローカルと長崎国際テレビの放送のみなんですけれども、放送終了後に TVer で配信がありますので、そちらで全国の方お楽しみいただくことができます。こちらはスカイハイさんと日テレさんがコラボで立ち上げた新しい音楽番組ということで、今回は海竜くんとランくんが出演ということで、 前回のエンディングでチラッと映った映像を見ていると、どうやらダンスがメインの企画なのかなというふうな感じもしています。そしてもう一つの企画として、ジュノンがバルコニーで歌う大人気の企画も放送されますので、今日のアパートメントビーもとっても楽しみです。はい、そして明日5月23日木曜日、 午前5時50分から日本テレビにて ZIP。先ほどお話ししました通り、THE DANCEDAY のコラボ内容が発表されるということです。そして23時59分まで、ニコニコ生放送にて、現在アーカイブ配信されております、カイリュウくんとハヤトくんが出演しました、ディズニー1ラジオ超声優祭。こちらの配信が終了となります。5月24日金曜日、 午前9時53分まで NHK プラスにて朝一5月17日にマーゼルが出演した回の配信が終了となります。5月26日日曜日20時から東京 FM にてマーゼルレディオステーションです。23時59分でキャンペーン終了となりますのがステーションヘッドアカウントフォローキャンペーンです。 5月27日月曜日、19時から日本テレビにてザ・ダンス・デイ。先ほどお話ししました通り、ダンクのスペシャルコラボステージにスカイハイ、ソータ、セイト出演です。5月29日水曜日、0時から OD プレミアムにてマーゼルレディオステーションディレクターズカット版です。 そして先ほどお話ししましたアパートメント B ですが5月29日水曜日の24時58分まで TVer にて配信がありますがそちらが終了となりますそして24時59分から日本テレビと長崎国際テレビアパートメント B の第5話が放送されますこちらマーゼルが出演するかどうかということはまだ明かされていませんけれどももしかしたら続けて出演があるかもしれませんのでこちらに記載しております そして25時29分から Hulu にてアパートメント BHulu 特別版第4話が配信スタートとなります。こちらは地上波で放送されたアパートメント B の内容が特別版となって未公開シーンなども含めて配信されるものになっています。6月1日土曜日19時からマーゼルファーストワンマンツアー2 0 2 4ジョイナスインザパレードが福岡市民会館からスタートします。 6月2日日曜日20時から東京 FM にてマーゼルレディオステーションです。23時59分まででチケット締め切りとなりますのが XD ワールドミュージックフェスティバルプレゼンティットバイオギボー。こちらの早割先着先行が受付終了となります。こちらのライブですがマーゼルの出演は7月28日の日曜日となるようですね。 6月3日月曜日、23時59分まで w e ーバ r スにて配信終了となりますのが、ダンクショーケース、陰京セラドーム大阪、デイ1。6月4日火曜日、同じく23時59分まで w e ーバ r スにて、ダンクショーケース、陰京セラドーム大阪のデイ2が配信終了となります。6月5日水曜日、0時から OD プレミアムにて、マーゼルレディオステーションディレクターズカット版です。 そして18時30分からはマーゼルファーストワンマンツアー2 0 2 4ジョイナスインザパレードがゼップ札幌で開催されます。6月6日木曜日22時から m オンにてマーゼルレディオステーションボリューム2公開収録の様子を見せちゃいます特別編が放送されます。はい、今後のスケジュールは以上です。最後にマーゼル出演予定ライブイベントの情報まとめをお届けします。 こちらに関しては前回から変更はありませんので、必要な方は各自ご確認いただければと思います。はい。ということで、昨日はいろいろととっても嬉しいことがたくさんありましたね。まずは新聞に掲載されていたり、LINE スタンプが発売になったり、あとは夜にはザ・ショーケースの様子が放送されていたりと、とっても盛りだくさんな一日だったなというふうに思います。 そんな中でも個人的にはやっぱりザ・ショーケースを見ることができたのは本当に嬉しかったです。まだご覧になっていない方もいらっしゃると思いますが、こちらの様子は現在スペシャルオンデマンドでも配信されていますので、ぜひぜひご覧になってみてください。ということで具体的に言及するのは避けますけれども、本当にメンバー全員一人一人がとっても輝いていて楽しそうで、 ミューズの皆さんと会えたことを心から喜んでるんだなということがとっても伝わってきました。そんなマーゼルのファーストワンマンツアーがついに来週からスタートということなので、アルバムパレードのリリースによってマーゼルの持ち歌もぐぐっと増えていますので、様々な楽曲で様々な彩りを見せてくれる、そんなライブになるんだろうなととっても楽しみにしています。 私も実は7月4日の東京ガーデンシアター公演に当選していますので、参戦できる日をとっても楽しみにしています。はい、以上です。どうもありがとうございました。リコでした。